こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は人命救助者へ感謝状贈呈の話題、嬉野温泉本通り線一方通行化社会実験のアンケート実施についてのお知らせ、見守りシール事業についてのお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。10月12日金曜日、嬉野消防署において人命救助者へ感謝状の贈呈が行われました。川上ひとみさんと宇根幸乃さんは8月15日、嬉野市内の商業施設で70歳の男性客が倒れ心肺停止状態でいるのに遭遇し、救急隊が到着するまでの間胸骨圧迫を行い救命処置に当たられました。救急隊、医療機関へと救命のリレーの結果、男性の救命につながりました。今回の事案は70歳の男性が突然倒れられ心肺停止状態になるのを川上様、皆様のご勇気ある行動は現役住民の皆様の模範となるものでございます。こういった場面に初めて遭遇したので最初はもうびっくりしたんですけど、もう助けなければという必死な思いでしていました。もう看護師として、看護師医療者として当たり前な行動をさせていただいたので、今回感謝状をいただくようになって大変光栄に思ってます。心臓マッサージをしていただいてた方のフォローをしなければと思って焦っていました。感謝状もらって少し恥ずかしいですけれども、薬剤師として現場で実践的なことをするのはほとんどないので、今回お手伝いできてよかったと思っています。平成30年10月7日日曜日から実施いたしました嬉野温泉本通り線一方通行化の社会実験は10月14日日曜日で終了いたしました。期間中の皆様のご協力、誠にありがとうございました。今回の社会実験に関するご意見をお聞きするため、11月初め頃からアンケート調査を実施いたします。本通り沿線住民の方を中心にアンケート票を配布いたします。アンケート票が届いていない方については、市民課窓口に設置のほか、嬉野市ホームページでも回答できます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。嬉野市役所福祉課より高齢者見守りシール事業についてお知らせいたします。10月1日より嬉野市で実施している見守りシール事業は、認知症による徘徊が見られる高齢者の安否情報などをインターネットの伝言板を用いて、発見者が家族や関係者へ情報を提供できるサービスで、認知症高齢者の安全確保とその家族への支援を目的としています。操作手順は次の通りです。 QR コードがついたラベルシールを対象者の衣服など外側で見える場所に添付してください。対象者を発見した場合、衣服や所持品に添付されたラベルシールにある QR コードを携帯やスマートフォンで読み取ります。読み取ることによって利用者家族へも通知されます。読み取り後はインターネットの伝言板に対象者の位置情報や健康状態などの安否確認情報を入力し、利用者の家族へ必要な情報を提供することができます。高齢者の個人情報を他人に知られることはないため、安心してご家族への円滑な引き渡しや安全な帰宅へつなげることができます。見守りシールをご利用になりたい方は、事前に嬉野市役所嬉野庁舎福祉課での申請が必要となります。 QR コードの読み取り方や伝言板の操作方法などご不明な点は嬉
嬉野市役所、福祉課、地域高齢者福祉、介護グループまでお問い合わせください。以上、嬉野市役所、福祉課よりお知らせいたしました。市民共同推進課から平成30年度 GK 啓発講演会についてお知らせします。11月18日日曜日、嬉野市社会文化会館リバティで声優の佐久間玲さんを講師にお迎えし、人権啓発講演会を開催します。佐久間玲さんはテレビアニメそれいけアンパンマンのバタコさんや映画魔女の宅急便ジジの声などでもおなじみの声優です。命や人間の心をテーマにした物語を執筆して自ら語る活動を展開し、全国から講演の依頼が多く寄せられています。今回の講演テーマは、心固くなっていませんか？心のストレッチでしなやかに、明日がきっと楽しみになるです。入場は無料ですが、入場には整理券が必要となります。整理券は塩田庁舎1階ロビー、嬉野庁舎1階市民課、その他市内各所に設置しています。整理券の配置場所の詳細は嬉野市のホームページに掲載しています。整理券はなくなり次第配布を終了します。また無料託児をご希望の方は、市民共同推進課0954669115までご連絡ください。申し込み締め切りは11月9日金曜日です。歌や朗読も交えたコンサートのような講演会に、ご家族やご友人と一緒にぜひお越しください。以上、市民共同推進課からのお知らせでした。福祉課からお知らせです。皆さん、ヘルプマークとヘルプカードをご存知ですか？ヘルプマーク、ヘルプカードは援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方が携帯し、いざという時に周囲の人に手助けをお願いしやすくするためのものです。交付対象者は援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方で、ヘルプマーク、ヘルプカードの利用を希望する方です。障害者手帳の有無は問いません。高齢のため膝や腰が痛いなどの理由や妊婦で交付を希望される方も対象となります。外見から分かる障害のある人も希望すれば交付の対象となります。次に交付方法の説明をします。ヘルプマークは簡単なアンケートを回答してもらい、1人1個無料で交付します。ヘルプカードはアンケート不要で希望者へ無料で交付します。ヘルプカードは佐賀県ホームページに掲載されており、直接印刷して利用可能です。交付場所は嬉野庁舎福祉課、塩田庁舎子育て支援課です。持参するものは特にありません。ヘルプマーク、ヘルプカードの裏には耳が聞こえにくいので筆談でお願いします、パニック時は静かな場所に誘導をお願いしますなど、希望する配慮、援助の内容を記載してある場合があります。携帯した人が困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。以上、福祉課からのお知らせでした。今回の手話コーナーは曜日の復習です。月曜日は右手で縦に三日月を書きます。皆さんも一緒にやってみましょう。月曜日、月曜日。火曜日は唇を人差し指の指先で右へ引き、立てた五指を近づけて丸めた右手を回し上げます。
皆さんもご一緒に。火曜日水曜日は手のひらを上にして波のようにゆらゆらと左から右下に移動させます。水が流れるイメージです。皆さんも一緒にやってみましょう。水曜日木曜日は両手の親指と人差し指を開いて手首を返しながら上に上げます。大きな木が伸びている様子です。皆さんもご一緒に。木曜日金曜日は人差し指と親指で輪っかを作り軽く揺らします。金曜日皆さんもご一緒に。金曜日土曜日は右手の腰をつけてすり合わせます。土をつまんでパラパラっと落としているイメージです。皆さんもご一緒に。土曜日日曜日は人差し指で唇をなぞった後、手のひらを下に向けたまま両手を合わせます。日曜日皆さんもご一緒に。日曜日10月の塩田町の在宅当番員はご覧の通りです。続いて嬉野町です。10月の小児時間外診療はご覧の通りです。10月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。10月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。最後にイベントのお知らせです。第9回大草のかかし祭りが11月3日土曜日まで開催されています。場所は大草の誕生神社前です。およそ50体の工夫を凝らした楽しいかかしを見にぜひお出かけください。11月3日土曜日は第15回嬉野温泉秋祭りが温泉公園豊玉姫神社商店街本通りなどで開催されます。湯豆腐フェスタ特産品の販売の嬉野産業祭、豊玉姫神社のおくんちなど今年もイベント盛りだくさんです。また11月2日金曜日から4日日曜日まで肥前吉田焼辰祭りも開催されます。ぜひ皆さんお揃いでお出かけください。それでは次回もお楽しみに。